こんにちは、鎌倉日和のタラです。今回はこちらのお店、お好み焼きのつくいさんに来てみました。超有名店ですね。では入っていきます。はい、アクセスは、西口より徒歩1分、もうすぐのところにありますね。はい、でこんな感じで有名人のサインとかが多く飾られていて、古くから愛されるお店になります。でこの庭が素晴らしいんですよね。庭を眺めてお好み焼きを食べるってそんな贅沢なことないですよね。はい、で、テーブル席もありますし、こうやって、座って、食べるテーブルもあります。はい、いいですよね、和室でお好み焼きって。はい、でこちらが、お庭になります。はい、素晴らしいですね。で夜も素晴らしいんですよ、ライトアップされたお庭が。はい、ぜひ夜も行ってみてください。私も行きます。はい、で、メニュー表ですね。はい、いろんな種類が楽しめますね。焼きそばもありますし、焼き飯もありますね。で今回は私は、お好み焼きのつくい天を頼みました。シーフードからお肉まで入っている、お好み焼きになります。はい、でこちらですね。はい、でちょっと後から知ったんですけど、ちょっと混ぜが甘かったみたいですね。ちょっと混ぜが甘いとちゃんとひっくり返せないっていうか、生地がしっかりできないんで、まあちゃんと混ぜた方がいいですね。はい、はい、で混ぜ終わりましたので、はい、鉄板にレッツラゴーですね。はい、そして、形を整えて、あとは10分ほど待ちます。はい、時飛ばし。はい、で10分が経ちましたので、ひっくり返します。で先ほど混ぜが甘かったのでちょっと失敗しちゃったんですよね。まあでも味には変わりないですけどね。はい、あ、いきます。あ、いい、ダメでしたね。うん、まあ次来た時はちゃんと混ぜます。はい、でまあなんとか形を整えて、こんな感じにしましたね。はい、もう美味しそうですね。はい、で店員さんが、ソースとマヨネーズと、かつお節と青のりを乗せていただいたところで、いただきます。はい、もう熱々ですからね。もう湯気がすごい、湯気がすごい、湯気がすごいんじゃ。はい、いただきます。パクリと。はい、もう生地は柔らかすぎなくてふわふわ感がいいですね。でこれエビですね。はい、もうプリプリのエビですね。もう食感がもうあちこちにあって、もう楽しめちゃいますね、本当に。もうエビからお肉から、もう本当に食材の宝石箱っすよね。はい、で4分の1食べたんですけども、もうお腹いっぱいですね。結構大きいんですよね、ボリュームがあるんですよね。はい、はい、では最後の4分の1口まで、食べて、お腹いっぱいです。はい、最後までもう暑かったですね。うん、暑くて美味しい。はい、ごちそうさまでした。さすが鎌倉の老舗中の中の老舗ですね。お好み焼きも美味しかったし、景色も楽しめるし、もう最高のお店でした。はい、ではまた来ます。ご視聴ありがとうございました。